フリーゼ 581F、または GL581F、グッジョブ 581F は太陽系から約20光年離れた赤色外星フリーゼ581の周囲を公転する太陽系外惑星である。この惑星系の内側から数えて第6惑星にあたる天秤座の方角に位置している。この惑星の発見は2010年9月29日に 発表された。この惑星は WM ック点問題において視線速度法によって得られたデータとラシア天文台にある3.6メートル望遠鏡に設置された高精度視線速度系外惑星探査装置のデータを組み合わせることで発見された。グリーゼ581グラムとともにアストロフィジカルジャーナルにて観測調査を記述した論文が公表された。 しかし後の研究により存在しないだろうとの指摘がなされている。グリーゼ 581F はグリーゼ581の惑星系において一番外側を交点している。他の惑星の軌道半径はグリーゼ 581E が 0.0282AU、グリーゼ581ビ、e、ットが 0.0406AU、グリーゼ 581C が0.0721。グリーゼ au, グリーゼ 581g が 0.1460au, グリーゼ 581d が 0.220au, グリーゼ 581f が 0.758au である。つまり同じ惑星系だが、グリーゼ 581f だけ離れているのがわかる。質量はこの惑星系では、グリーゼ581ビットに次いで大きく、b が 15.8m。 F が 7.00M, D が 6.04M, C が 5.5M, G が 3.10M, E が 1.939M である。ありがとうございます。